せーの、ジャクレーショーレよーしょ、イエーイ、始まりました。よいしょ。画質悪くね、画質悪い、めっちゃ画質悪い。そんな画質悪くてもそんな笑んくていいやんけ。だいたいあのまずノアのさ、なんか骨折れてる人がいる、骨折れてる人がいる、いきなりのそれにちょっと答えてあげようよ。どうしたんそれ。これあのちょっとふざけすぎて、人のこと殴って骨折した、誰にでも言う喧嘩ですか。すぐ喧嘩とかすぐするんでしょ、街で。マジで目があったやつ、目あったから殴られたんでしょ、はい、で、今回は聞いてる聞いてますか。はい、聞いてます。ベロベロなのこの人。だいたいちょけてる。だいたいこの人はベロベロなの。微妙でパチンパチンやんないでよ。パチンパチンガシンガシンガシンパチンパチンガシンガシン。どこが痛いの、どこが痛いの。ここ手を横に、なんかこいつ人のこと殴って骨折したん、その人死んじゃったらしいんだよね。おお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 やばいやばい、ガチガチ、ゴー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 おお今日は多分まとまりのない、そうですね、多分そんな感じですね。今日はそんな感じでお伝えしますか。そうっすね、今日はね、みんなベロベロってことで一緒にやりましょう。何飲んだの今日。マジ本当にマサトのせいで今日は頭が痛い。いや、ほんとに僕飲んだね、今日は。やっぱね、僕今日ビール10本ぐらいまで飲みます。まあそれはやっぱりおつまみみたいな感じですか、で、その後にマッコリ行きます。今日マッコリの飲み方が全部一気っていう。ほんで、それあの挟んでテキーラとか行きます。あー、行ったね。その後焼酎2本ぐらいおろしたから行ったね、行ったね。ほんで、レッドブロッコ飲みます。頭の中がチンチラポッポーとベリンコ。ちょっと噛んだ、これこれじゃねえ、これじゃねえわ。お前あれ見た、ザ・漫才。見てないっす。見てないの、なんで見んなザ・漫才見たの。お前頭に出すんだよ。手わざとだろ今の。すいませんじゃねえわ。手わざとだろ今の。映像マジで受けた。乾杯しよう。乾杯するよ。乾杯しましょう。飲むの、あと付き合う、まだ飲む。お前が俺らにしか分かんない変顔出たの。なんでそれ取った。いただきまーす。お疲れ様でーす。乾杯。はっ分かったってば、画面から外れんの。めちゃうまいっすね、コーラ。急にすごい声出すんだから、もう右端の方の体育会のショーショー聞いてんだろ。右足の方の頭って書かれてる。俺ですか。お前ならなんか髪がこしゃってなってからじゃない。この体勢が一番美しい。なんだよ今の頭はって。これ右腕なんですけど、これあ、こいつか。そうだそうだそうだ。すいません、右腕。これ右腕です。流れ星の肘のやつなんですか。うるせえ。さっきのザ・漫才の何流れ星ですか。流れ星という芸人のなんかさ、やつですか。これザ・漫才に出てたさ、誰かの似てたな。ねえねえねえ、聞いてる、知ってる、誰ですか、誰ですか、聞いてる。このまま、せっかく先生、この人注意してくださいよ。君生放送中だよ。ペコリンコ。あ、先生まで。やばい、あげ角生えてる、角生えてる、角すいません、あの、接着剤でくっつきました。すいません、誰か剥がしてください。ちょっと待って、俺、もう折れてるの忘れてた。俺、あのちゃんとしましょう。あんまりふざけれちゃうんですよね。俺、笑いすぎた反応で手痛いって。無駄なことを一緒にしよう。無駄なことを一緒にしなくていいからね。もう、あ、今日、あれ、ちょいちょいツッコミに回ってもらっていい。この、なんかうるさいから今日は徹底して、ツッコミにこの手で、その手で
こらなんでやれ、それでやって1分ぐらい折れたからな、もっと折れますよ、それ粉砕骨折ぐらいになります、そしたらギブつけてるやつで、ギブつけてるやつでこうやって、なんでやれんだしがりすぎ、1本折れたから誰が宴出てたの、この真ん中の2人、さっきの宴で、あの勝つための練習方法だよね、そうなんだね、こうやって体をやる普通それこうやって結構普通それこれをできるようになったら宴で勝てます、おお、そうだね、そのぐらいやらなかったらいける、だ俺らだってずっとこうやってたもんね、ずっとこうやって、はい、うん、これだけで勝てた、こうだ、これだけでだ、これで10分もう無言で俺ら見つめ合うとか休みの日とかちょっとこの体勢で滝に打たれたでももう奈良が大仏、奈良の大仏、そのこの体勢でずっといたいた、それで勝てたんだよ、勝てました、ね、それあれですか、精神面の練習そうそうそう、たまにこうすんの、うん、たまにしますたまに腕ぶれたらもう一回やり直しても自分の中で決めてたんです、そうそうそう、絶対ブレちゃダメよ、やろうか、じゃあ3分たまにこの体勢もありましたねそれはたまにこの体勢もあった、何の練習なの、この体勢はあのガードする練習ですガードパンチ来たらガードする、アドバーはガードこうって黙ったから、ね、で、あ、そうなの、ね、スウェーするためにたまにこういう動きたまにこんなのすいません、宇宙から来ましたすいません、宇宙から来ました宇宙から宇宙から来ましたすみません、新宿ってどこですか、新宿ってすみません、新宿ってどこですか教えてください、コメント拾えません、もうこれもうコメント拾えません、この感じ宇宙からした人の案内してよ、お店でもこんな感じなんですかって言ってます、この人はね、俺はしないけど僕さすがにお店でこれはやらないですよあ、そう、そうでもなんかノアさん突っ込んでっていう意見が多いですよねあの、あら、突っ込み徹底してってことでしょ、だからすぐ言っちゃえばもう何でも言っちゃうっすねだって従業員がボケすぎて突っ込みすぎて腕折れたから何やねんだけでうわー行った行った行った今のは行ったわ13回目っつってたもんね3ヶ月ぶりやーってその時は言ってた頼むよ今日はボケが OK です 3人いるから嘘ボケ3人はボケ3人はきついかあいつでも無理っすよこれが全然見えないそうやね月曜日は自由な放送やてかもう基本的にもう酔っ払ってたらもう自由の放送になるうんで営業終わりだもんね知るかお前からお前から言ったんじゃん月曜そんなあだってもうさっきだってさ、はい、修例中にゴロ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 って聞こえたと思ったの修例中なんかゴロ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 ジョエのなぜかなと思ってでもいつものって分かんないよ ね、 あそうですねこいつの吐いてる音がもうすごい、ね、あんな声出るんすかねなんか口からアメンボ出るあれはでもさあれしょちょっと俺吐いてるよっていうの教えてくれないでしょいるよ俺いるよ俺ここでいいよってあーでも静かに吐くことはできないですよねでも吐いてても自分の存在をね静かに吐くことはできないジョーカーの店長とかはシャー吐くよまあ、あれはうますぎますよ、ね、何も食べてないですよ飲んでる時に食べとったら引っかかるんですよ、ね、ああそう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 で引っかかって口からアメンボ出てくるそういうことこんなアメンボが綺麗にうわぁさぁトイレだけこうやって出てくるアメンボでいいじゃないアメンボ最初分かんなかったよねアメちゃんって言うじゃんだからアメンボってアメちゃんのことかなって思ったアメンボ昨日結構アメンボ食べてんけどあの牛丼の上の人美味しいねアメンボ牛丼の上にアメンボでご飯って意味とりあえず違う違うどういうことどういうことどういうこと何の話言ってんのアメモってこのこういうやつシェー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 アメモじゃないやそれアメモってアメモってガチのアメモのこと言ってたんですねどういうことですかどういうことですかツッコミできないですどういうことですかなんなんだ朝青龍じゃん朝青龍顔がもう朝青龍顔すっげえちっちゃい人見えないちっちゃいまあひどいなどうなってんのこの今日の放送ちっちゃたすきくんぶっ飛んでるねだって今日ねこいつ絶好調伝わるおほつき室で止めたみたいなぐらい急に出ますよ分かんないねここあれ多分ねそんなんしてもたつき大好き
たつきだけおかしいとかね。うるせえ。くちゃくちゃうるせえ。あの店でそんなんやしかやってない。変なやつするとバレないよ。まともなキャストいないのって言われるよ。二酸化酸と食べてるんだよ。神々神々だよ。お前神々の二酸化炭素言ってきたよ。二酸化酸素二酸化炭素二酸化炭素どうにかしろって思った。松崎コメントの中で、あの、ぐだってるから、あの、お客入らないね。全然お客入らないね。全然お客入らないね。お化け屋敷のつもりなんだけど、全然お客入らないね。ほら、もうやばいでしょ、今日。ひどい。自由だってやっぱ。あの、もうお客入らないね。あれ、やばい。入ってきた。うわ、何このお化け屋敷。何こいつ、めめめ、助けて、見て、めっちゃ手しびります、俺めっちゃ怖いやん。わあ、そっからさらに展開あんのこの人。そっからさらに展開あんのこの、あの、押し上げに作ったのが間違いました。押し上げ店なんですけど、それ一人しか来ねえわ、お前。どういうことだよ、それ客も一人しか来ねえわ。うぅ、付き合ってあげてよ。汗突っ込んでよ、ほ本当に。で、これ鼻の穴にこれ鼻の穴だけ別に。初回行ってこんな人がいたら嫌だって感じ。タツキ可愛い、なんでタツキ可愛いのこれ。これ可愛いかこれ。全然可愛くないでしょ、全然。今日1時間これでお送りします。メガネとかかけてみようか、ね、まだでもまだ12分しかね。メガネとかかけてみようかね。メガネとかかけてみようか。どうぞかけてください。とりあえず一個一個ちゃんとマサと触れてって、まずね、はい。ゆいさんのファッション路線変わったの？そっち。そうそう。変わったかな。あ、ちょっとなんかもうなんかこうさ、一見これ見るとただの不良にしか見えないよね。間違いない。結構悪い人だですよね、結構。だから多分、ね、今あの来てくんないだろうな、女の子は不良だな。まあでもそれが好きな人も多分いっぱいいますからね、この世の中に。そんな顔で言ってそんな顔で言ってる。説得力ねえよ。絶対ない。右目どうしたの？だからそれ、右目どうしたの？右目、あの、これが髪の毛が入りすぎて失明しました。失明したの？あ、それでね、自分でやってんだ。皮膚科なんですけども、僕いります？あの、保険証いります？これ保険証はいません。保険証いりません。免許証が欲しいです。免許証、え、顔つきないといけないんですかこれ。何歳ですか？レーザー治療してください。レーザー治療してください。レーザーラモン HG でいいですか？めっちゃ女やん、頼むな、本当に。いや、びっくりしたわ、今の。え、話めっちゃ戻っていいですか？で、ザ・マンザイ見たんすか？めっちゃ前、めっちゃ戻る。変なやつがこのファッションしてたらヤバいって書かれた。ちょっとなんか怖くなってきた。ゆうさんだから、うん、OK だけど他のやつがやったらでもなんかちょっとなんかそれはバカにしてるからね。もうなんか俺がやったらいいけどっていう時点で変だと思ってるんだけど。正直に言いなよ、そこはもう。いいよ、今日なんか変だわ、なんであいつ黄色と黒やねんみたいなさ。全然そういうの書いてくれていいから。やっぱタツキみたいにね、こう黒でまとめてなんかバイクあっさりですか。聞いた、乗ってきたバイク。待ってます、ツッコミ。バイクを俺片手放たないバイクツッコミコメントして、本当にツッコミを。いつもこんな感じなの？違いますよ。あかんの？何あかんの？俺いつもこんなんやね。なんかあかんの？ええやん、別に。俺そういうキャラやん、ぶっ飛んでも。よろしくー。タツキ君ベベベベベ。タツキ君はいつもこんな感じなのって。それで？お便り来てます。ミンミン。これラジオ放送ですか？ペンネーム、はい。顔見えてます？相手側に。ペンネーム、ベン・ジョンソン。ベン・ジョンソンさんですか？ベン・ジョンソンさん。あの、いつもこんな感じなんですけど、うん、あの、でも人によりますね。合わせたりするんで、うん、結構おとなしい子なら結構おとなしく行ったり、ぶっ飛んでる頃ならぶっ飛んでるキャラで行ったり。はい、タツキ薬やってんの？薬、もうブリブリ、超ブリブリ。アイラブ薬、アイラブ薬。本当に疑われるわ、そんなに。本当に疑われるから、絶対ハーブとかせえへん、マリファナさん、俺。本当悪いし。はい、タツキシラフの時はネクラっぽい。来てます。
あ、なんかシラフの時あんまりないブリブリやからいつも家帰ったら速攻吸うからブリブリペンネームジジジ何の薬もうブリブリもう常にブリブリ言ってよジジジジジジって言ってよほんまにもうブリ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 ほんとひどいわあれもう注射の後いっぱい注射の後いっぱいなのやだわそんな人だけは一緒に働きたくないわベー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 店に警察作るわ警察来ますほんとあでもねそれ暗黙の了解だな。でもさ、さっきさ、仕事中さ、別にさ、しっかりしてなかった。ああ。ありがとうね、なんとかね、みたいなさ。そんないきなりその、はい、うえーっと入ったと思ったら、いきなりめちゃめちゃベロベロになることあんの。それね、すごいな、お前。スイッチがあるんだよ。僕ね、僕、これね、いつもニコ生見ましたって言って、初回とかつくじゃないですか。ほんなら、店の立ち組んで結構謙虚だねって言って。あんなんじゃないんだって。あもっとグイグイ来るのかと思ってたけどもっとなんかバーン来るんかなと思ったら結構おとなしいんだねって言われてショックショック G ショックちゃうからそれは残念って意味なの指名したらでも違うもんねだってねでもヘルプの感じが今の感じに似てんじゃないああ初回の時と指名の時はなんか違うなんかちょっとあそうですね違うですねとか言われたのかこいつなんか面白いと思ってやったヘルプでいいやみたいな感じヘルプでええやみたいな今の落とすセリフ今の落とすセリフタツキ面白いぞって書いてあるから大丈夫だうるせえって書いてますもんタツキうるせえってタツキうるせえコメント拾っただけですコメント拾っただけですあーこれねこれねそのコメントを拾っただけですホストの人って寝る時間あるのあるよたくさん俺なんかシャワー浴びながら寝たりする結構寝るもんシャワー浴びながら何時間何時間寝るお前でも朝8時ぐらいから夕方4時ぐらいまでインタビュー形式インタビュー形式じゃあ結構寝てんだね結構寝てるっす3時間でも3時間じゃあもうそうだもうボケとボケが飾り合うソフトクリームすごい自由だからもう確かにお前すごいそんな出てくるよねよくいや全然もう今ホントになんか初めてコメント係みたいなポジションを勝手にやったんすけど実はちょっとやりたかったなんかいきなり徐々に持ってくなそれと思って別にここで見えんのにやりたかったやりたかったコメント係っぽい感じになるもんね一回なんかやりたかったんすじゃあ頼むわコメント係はお前に任せたよ面白いだったら会話ぶった切ってでも拾ってああ了解です面白いコメントあったら言います言いますハサミハサミ司会者ってことねじゃあそれハサミこれ一本長いだって言ってます一本長いのね見てあげるからガーンはい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 ここ金にしてきたんですけどああそうイメージ的にはこっから川がこっちに流れる感じってお願いしたんですよ。ヤッホー。ヤッホー。言ってみ。ヤッホー。全然違うの来た。全然違う。あはんはんできた。全然違うやつ入ってきた。多分反対側にも誰かいましたね。それは完全に。一本長いねこれ。うるさい。うるさいな。一本髪の毛長い。多分こっちの髪の毛が一本だけこっち来てる。こっちに。うん。たつき君やっぱぶっ飛んでる。異常。異常。異常ってやばい。異常。異常は顔。あんま言われないよ。顔まず結構ガチめ。もう本当やめてっていうなんだ。コロナがなんかそういうスイッチが入ったらもう何言っても止まらんもんな。結構ショックだね。どういうこと？異常なん俺みたいな感じ。俺は病気なんだなと思ってたんだ。異常とか言われたら、ぶっ飛んでるぐらいやったらまあちょっと楽しいんかなみたいな。異常って言われたらちょっと病気なんだよ。なんか重いちゃんとしようかなって。重い病気なんかなと思ってちゃんとします。異常は言われたくないな。ちゃんとします。ちゃんとするモード別にできるもんね。あ、全然できますよ。ちゃんとしましょう。はい。さあ始まりましたみたいな感じでやってもらっていい？それやるんすか。結構ニコラも練習結構する。上田さん、たまにやるんだよね。いきなり俺ん家にいて、あ、ちょ一回やってみよう。ニコラも始まったら、じゃあ3、2、1、さあ始まりました。始まりました。ジャックリーシャル。始まりましたね。今日黄色で始まったってことは。黄色で始まった。今日のニコラは気をつけ進めっていう。ツッコめ気をつけて進めっていうね。あんまり行き過ぎになって。黄色だからね。
のがあるじゃないですか。そうですね。だから今日のニコ生の放送はね、気をつけて進みましょう。うん、ガズ熱。いや、俺今日あかんわ、多分。俺今日めっちゃ噛むわ。するモードできない。じゃあちゃんとするモードはできるんですけど、あのぶっ飛ばさんようにはできるんですけど、ぶっ飛ばない、面白くなくない。何、たまには見たいんじゃない、でも多分。何、あ、ほんだまともにしようか。分かった分かった、これからまともにするね、俺。ほんだら俺まともにしてあんまり多分喋らんけど大丈夫。じゃあもっと危険色にしようかな。めっちゃ黄色。出ました、バナナ。出ました、バナナ。顔から下バナナ。バナナ来たよ。顔から下バナナ。バナナ来たよ。はいはい、顔から下バナナ。バナナ、はいはいはい、顔から下バナナ。わっしょい、はい、食べてペロ。あ、剥けた剥けた、身が出てバナナ剥けた、バナナ剥けた。僕バナナ苦手なんですよ。振られた。はい、果汁 100% ってことで。ちゃんとしようとしてる。ちゃんとしようとしてる。ちゃんとしようとしてる。いや、めっちゃ黄色かったね、これね。めっちゃ黄色っす。よかった。そう、今日は黄色の日。それは岸外だと思われるよな。分からん。ちゃんと仕事してる。頭痛い。頭痛い。本当に俺も頭痛いの。マジ頭痛い。俺は久しぶりに飲んだのができる。こいつの席でね、俺が飲みたいって言ったんだけどね、うん、好きっすもんね。そう、なんかテンション上がるから飲もうと思ったんだけど、はい、今日は頭痛くなるだけの日だったんで。違う方向に進んじゃったんですよ。そう、違う方向に進んだ。あるっすよ、そういう時。あるっす、あるっす、あるっす。前髪長かったから切ったんで。どうやって切ったん？手で切ったの？手で切ったの？嘘。嘘でしょ。僕昔からこれだけで切れる。マジで。え、前髪こうやって切ったの？あの小学校の時にあの習得したんですけど、あの普通にこうやってシュッてやった瞬間、前髪シュッと落ちるんですよ。やってたいつの間にやつだもん。今話してる最中に前髪ちょっとなかったから、ちょっとシュッてやった瞬間ピッて切れたの。そんな綺麗に切れたの？はい、綺麗に切れた。すげえなお前の手。マジか。そうなんですよ。カッターみてえだな。でも前髪これでやっと整った、よかった。整いました、見て前髪ほら。わかんないな、目が隠れてるもん。見えてる前髪。何してるの？あつき君、初回こんなテンション？初回多分こんなテンションだと思ったら多分ちょっと違うと思う。全然違う。あのね、俺酔っ払ってシラフだとようずっと喋ってるよね。そうっすね。バーってね。俺多分ね、シラフの方が喋るよ。酔っ払ったら頭おかしく。鼻になんかついてるんだよ俺。ついてるんだよね。はい、オラは人形おかしくなる。オラは今パスワードのとこ、パスワードのとこ、コメント、コメント見れなくなっちゃった。パスワードのとこ、パスワードのとこ、コメント見れなくなっちゃったじゃん、もう。ふけてる。え、なんでこういうの来てる？これめっちゃウケるわ。見たらダメですよ、見たらダメですよ、また見たらダメですよ。絶対見てない。名乗り、小手部屋をすべて消去しますか。ほんで、消去ってあるじゃないですか。普通右は、あの、いいえとかじゃないですか。いやん。いやねえ、なんで嫌なの本当に。これウケるわマジで。パスワードどけた。はい、行きましょう。はい、あ、はい、はい、はい、ルイジ入る。そう、ツッコミ役で入る。そう、今日なんかボケが4人ぐらいいて、もうすぐ冬休み。この人はなんかもう病人みたいな立場でしかいない今日は。違う、ツッコミに来ました。痛いですよ。あー、来た、誰か来た。そう、気づいてたのに誰も気が知らない。すいません、お願いします。お願いします。っていうか違うんだって、お前まさとこれ見ちゃダメだって。お前これ見そんな。そういうのも今日は多分無理だったんだって。ああ、すいませんでした。一回だけあのやってみたかったんだね。はい、しょうがないと思う。やってみてよかったっす。手だけ言ってる。なんでデブだ。手顔、手しか映らん。よいしょー、ツッコミ来ました。映ってない。映ってない。ここしか映って、ちょっと近づいても。でもあんまやろうとさ、くっつくのもすごい嫌だもんよ。右出し、え、なんだろう。どういうこと。てかニコ生接続正常。ニコ生接続正常。すいません、異常です。全然状態は異常です。え、なんだろう、そのボケ4人ってどういうシステムだったの。この人はずっとこうやって、これ体を張ったボケなの。ボケやめた。ボケやめた。ボケ一人やめました。ボケ一人脱退です。もうやめた。
2位にけボキやめた。おーい、おーい、ボキやめた。ボケやがい。突っ込まれた、突っ込まれた。やっぱり気持ちいい。ボケたい、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 超ボケたい。あ、キザ漫才みたいな人ごめんね。ボケ多すぎ。それボケ多すぎ。超面白かった、ノンスタイル。え、なんなんだよ、ザ漫才。え、見てないの、みんなも見てないの、ボケ多すぎを。ボケ多すぎ、見てない人の方。まだと。坊主率って言ったら、坊主じゃねえんだって。CM の時間来ました。これもしかしてまたあのやつやってよ、俺を照らしてるやつじゃないの、この梅干しめっちゃ酸っぱいわ、はい、CM の時間まさか結構早く来ちゃったね。あ、来たよ、そっちのカメラ来た、そっちのカメラ、黒い黒い黒い、近すぎて黒いわ、俺じゃないっす、近い、俺じゃないっす。この近さは本当に恥ずかしい。いや、この近さでこの黄色は目チカチカするわ。よし、行け。これハライチ澤部ちゃうで、ゆうしくん、俺さわ、ハライチ澤部ちゃうでーって。そう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 。似てる似てる。大人の階段登ってる人。よし。これっす。何やこのテロリッタ。マジでツッコミって言われたんだけど、ツッコミだけど、右端の人ハライチ澤部って、澤部じゃねえだろお前。あ、ちょっと澤部っぽいかもな。澤部っぽい。そう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 、野球部のコーチのちゃうわ。めっちゃ似てたな。めっちゃ似てる。コメント数少なってお前。こんなこと言われてコメントしなかったらマジ本当に怒るよ俺。コメント数少ないの、わかる、わかる、すげえ少ない。なんでみんな、何、無言の日、俺らがってことですか、うん、あっちが視聴者、あっち視聴者、こっちがね、こっちが、こっちが無言だったら30分間すげえよ、きつい、それはきつい、それに耐えられたメンタルを褒めるわ俺、間違いない、自由にやりすぎてるんだろうね俺、そう、また時に投げ中ください、はい、投げ中お願いします。俺っすか、うん、お前っすよ、まさとくん他にいます、あ、ごめん、間違えた、胃が出ちゃった、胃がノチュー、はい、もう大丈夫です、ノチューです、お前すごいね、胃が出ちゃったら瞬間に NG コメントですあ、アランに似てる、嬉しいわ、白浜、白浜、アランくんに最初美容師さんに、うん、アランくん似てるねって言われて、うん、アランくんって誰だろうって知らなかったの、調べて超かっこいいとか、最近ジェネレーションでそれで好きになっちゃったからねえ、似てますね、ゆうさん、俺お姉ちゃんの方が好き、え、お姉ちゃん、え、アランくんどうですか、え、あれでしょ、アランくんのお姉ちゃんでラブリーだよね、ラブリー、ラブリーめっちゃ可愛くない、ラブリー可愛い、ラブリー可愛いよね、俺ラブリー大好き、大人さんだよね、知らないの、え、ラブリー知らないの、それもうおるよ全然わかんない、それか今日の一戦生のボケじゃなくて普通におるよ、それはおった方がいいえ、ラブリーっていうのでラブリーじゃないの、お姉ちゃん何のジャンルなんですか、なんかモデルさんみたいなやつめっちゃヒントもやりたいって言ってきてる、俺指名するならラブリーがいい、俺されるなら
どうせあれだし。じゃあ、コンビニましょうか。ああ、なんか、あれだなぁ。めちゃキントンがやりたくなったなぁ。こんにちは。いや、ほんこれめちゃキントンの時間だよ。いえー、やりたかった。めちゃキントンが目の前に。めちゃキントン、めちゃキントン、金魚、にょん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 、めちゃキントン、ゴリラ、ゴホホ、ゴホホ、めちゃキントン、ゴリラ、ゴホホ、ゴホホ、めちゃキントン、ゾウ、パオン、パオン、めちゃキントン、言わちゃった。ダメじゃなかったのか。落ちたのか。落ちたのか。ああ、バオちゃん。違う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 。やりたかった人が回ってけーっていうこの落ち。俺、普通にノア、俺、マッチャーはめると思って、俺ゴリラで来るだろうと思ったら、いきなりゾウって言われて、そっちの流れと思って。ガチのやつと思って。あ、そのまんまの流れの方が良かった。そのまんまの流れは良かった。いやー、どんだけ鈍いの。別に馬王が出てきてよ。さらっと。これだってグリーン、びっくりした、飲んでる。僕はもういないです、頭痛いです。もう漁師今日なんかおかしいんだって言って、もう頭痛い、来たばっからしてね。漁師も今日はめちゃくちゃ飲んでるけど、多分酔っ払ってないって言ってたと思う。そう、まだまだまだね。わざとくんぶっ飛ばないで。わざとくんだって見切れかけてるからね。本当に美味しい。2人でやりとりしないで入ってきて、2人でやりとりしないで、またいいトントンってするよ。めちゃヒントうまくいかなかったですね。悔しいです。悔しい悔しい悔しいなぁ。悔しいなぁ。悔しいなぁ。めちゃヒントうまくできなかったの。いやっと頑張ろう。めちゃヒントの時間だよ。ねえ、みんな、寝袋と小袋を間違えないように、レッツライドーめーちゃギントン、バナナ、バナナバナナ、まんまバナナめーちゃギントン、バナナ、めーちゃギントン、バナナ。続けろよ、続けろよ。そこ小さい声でバナナ流れるっていうか、マジでじゃあリュウさんがやるキャラじゃないから、何やって面白い。多分おい、リュウジにバナナ振んなよ、お前。あ、間違え。しかも俺ながら的に俺同じやつで調子を だったじゃないですか。まっちゃんじゃないの。じゃあ次お前が。俺しかももう一個言うなら、俺バナナの時ノア絶対バナナマンの方のバナナやってくれると思ってたの。そこもだったんすね。そこまでは。まさと今日これもバッキーやね。もうね、もう一回バッキーやね、これ。これあー、じゃあ次の違ったもんね、なんか展開がちょっと。次のめちゃヒント失敗したやつは、あの、うちのさ、すごい熱苦しいやついるじゃん。もういいよ、めちゃヒントまだやるんですか。あの、ハゲてるやついるじゃん、だって。と、はい、スリスリすればいいじゃん。ぎゅギュウギュウトレインできないじゃん。いや、無理ですか。いいよ、別に。だけど、それは、お前が負けてもやるんだよ。いやー、ほんとやな、俺。めっちゃ矛盾してる。矛盾してる。心の声出すぎやろ、お前。自分自分から聞いて。やりたくないって言ってる。やばいやばいやばい。いいよ、お前、当たり前で行くなよ、お前。わざちゃん、これ、この視聴者がどんだけ。ほら、ゆうさん、バナナなんかエッチって感じで。なんか。俺ごめんね、本当に俺従業員のことあんま言うのあれなんだけど、俺本当に汚えのとか嫌なんだわ、俺。笑いはありがとうございます。神経質なんだよって、こんな見た目でいいのはなんだけど。じゃあ、スリスリやめとこ。スリスリは本当ちょっと俺やめちゃうかもしれない。もう頭上げて、その前に。もうリュウさん汚くないですか、スリスリが。やそんなつ俺嫌だなと思って自分で考える。俺司会者のつもりでいたから今。やらない程度の。自分がやったら、自分がやったら本当に。俺は全然できるけどな。え、やだよ俺。視聴者に見せられない顔しちゃうもん。俺は顔スリスリ全然できるぞ。待ってろ。俺も絶対今のフォローしなかった。そんななんか綺麗事言う番組じゃないもん、これ。何してんの？どうした？
みんなパチパチ成人ですまだそんなことやってんの、まだパチパチ成人まさとくん指名したら何言う、ほい何言う、どんな素晴らしいことしてくれるの、なんですかね、考えてる、僕、こう見てもあれなんですよ、こことこつかないんですよね、そういう家族に生まれました。結果何言えだった結果何言えなのだからこれ家族に生まれたら自分の自己紹介してもらわなくていいから何言えなのですよ、ノアノアお前何言えお前マサトのこと好きだね、こいつして、お前のせいにこいつして、お前だよ、ショックだな、それは、うん、こいつで、そうだよ、王子じゃない、バナナの国の王子様じゃない、違う、俺王子様だから、フィリピンの王子様やで、そんな白馬乗ってそうでしょ、パカラッパカラッパカラッピチーン、ピチーン、おお、早くなった、早くなった、早くなった、早すぎ、早すぎ、早すぎ、ちょっと読めてください、スピード読めてください、お前本当にマジでガチで視聴者怒ってる、だから何絵だよえ何絵だよ、どんだけ知ってんだよ、まあ、でもちゃんと答えてくれたらタンドレース降りたからちょっと面白いことして、縁色じゃない、縁色濃い、ここに丸する間違いない、まあ、え、ここに丸するちょ、俺本当に視聴者のこと否定するのもあれだけどさ俺神経質なんだ本当に、普通ここ丸しないでしょ、クックに丸しないどんだけ気になっとんのこの人、気になんだよそこ隠すやつ、しかもそこを押さえながら視聴者に言ってる、分かんないと思うんだけど、セックス最初の部分だけ丸だったから、スー丸しないでしょ普通スー丸するやつって多分もう異常だと思うよ俺、それはめっちゃ気になったらしい、気分はメールで開業しないやつも嫌いだもん、そうそうそういうこと、そうメールで開業開業しないと思うよ、ライドも少ないのみんな来いよ、いやだから丸もちげえんだって、背につけねえよ、すっくりつけんだって、忘れたいんじゃん、じゃあ、まあ、これも嫌い、あんま好きじゃないよ俺、あのね、じゃあ一回ちょっと今度さ、ちょっと番組っぽくやってみて、一回番組っぽくやる、自由になりすぎたら、じゃあ口しやがれば、あーいいっすね、やりましょう、ちなみにあの1月からのこと言ってないよね、まだそうだね、でもあっちで言ってあ、そうなの、多分あっちで言ってんじゃん、あのねジョーカーのニコナン見たことある人いるかわかんないけど、あのね、1月からなんとね、ジャックとジョーカーが合併することになりまして、知らなかった、ジョーです、マジで合併することになったんだけど、え、ちょっと待って、ジョーカーじゃくっつくんすか、そうだからジョーカーのあのなんかあの五木店長とかが多分こうやってると思うんだけど、はいはい、そことくっつくから、よりパワーアップした、さらにジャックが見れる、ってことはニコ生ってことはほんなジャックとジョーカーがくっつくってことじゃないですか、どうなるんですか、それ、うそー、え、ってことはどうするんですか、でもあ、これじゃあ削減される人がいるってことか、だからじゃあジャックの皆さんのおかげでしたみたいな感じでしょ、じゃあジャックのジャックに仕上がれのおかげでしたみたいな感じで、いやジャックに仕上がれしたジャックに仕上がれしたいいね、そうなるか、一気がニコ生深夜枠になってから知らんぶりがすごいで、らしい、一気は一気は伸ばせてからが面白い、みんな視聴者みんな分かってる、基本一気が出たら一気飲んでないジャンが始まんなきゃダメだよ、それかわいいね、そうだ、来年になって出てなかったらそいつはクビになったってこと、そうじゃない、ジャックに仕上がれにこうジョーカーがパーンと入ってくるわけじゃん、それで俺弾かれるやつがいるから、そんな人になっちゃうかもしれない、リアルクビバトルする今マジか、え、何それ、あのあ、こんなからバシてかな、バシて、俺大丈夫か、いやいやこんなからリアルクビバトル、リアルクビバトルしようよ、え、どうバシてんじゃみんな、え、3人残るみたいな感じ、あ、そうします、ケツ2人じゃん、ケツ2人削ろうってわけです、誰がいらないかみたいな感じ、あ、そう、あ、そう、誰がいらないか削りましょう、その2人怖っ、そんな、え、だから今、5人のなんかアンケート出します俺絶対負けるわ、負けてもいいよ、別にね、
あ、ここで俺らはもう俺じゃこれ縛って決めるから、ね、これのほぼレギュラー陣の俺らがね脅されたらねもうたまったもんじゃない売れますよね本当だもん本当思春期だったら俺多分マジで万引きすると思うこれ塗ったんが怪我してなんかこう思いだけするのこれ縛ってこうするよ俺今撮ってます今から了解ですほらあ、すいません聞いてなかったごめんなさいあ見てるのかな、いつきのやつとか。あ、見てあげて、このジョーカーのやつと、それで、そいつ、それ、そこの番組とうちの番組が融合するから、どんな感じになるか想像しといて。いや、でも絶対、俺それ見たことないんだけど、いつきのやつ、あ、ないよ。ないない、すみません。あ、とりあえず、1回だけあるから、ひたすらの誰がいなくなるかっていうこと。そう、はいはいはい、あ、いつものラストみたいな感じで2人いなくなる感じで。ジョーカーのニコの面白いんだ。どうよ、ジョーカーっぽいよね。じゃあ俺らの自由が融合して、あんと足を引っ張らなきゃいいね。で、向こうも自由だよね、すごいね。こういう感じの、もうちょっとなんか飲む感じのノリだよね。そうっすね。あ、そっかそっかそっか。万引きがダメって真面目に突っ込んじゃったやついるよ。しねえよ言われてんだもん。大変だな、負けたらどうしよっかな。やめとこっかな、万引き考え中。やるかやめようか、考え中。えそのことについてなんですけど、あのやめるか、あの何でしたっけ、何でしたっけ。そう、いつきたちも深夜になったらしいよね。それ知らなかった。俺も知らなかったっす。火曜日だっけ。え、火曜だっけ。火曜です、火曜です。火曜深夜、火曜の1時半明日だ、明日。じゃあ浄化グループ連チャンでやってるってことですか。あ、そう、まあそういう感じじゃないですか。まあ月曜日とかの明日 の、 あの深夜だけど1時半じゃないですか。正気ですか。おお、二人来た。しかも聞いてない。物欲しいです。割とそれに二ケツで合わせたら割にはあんまり。やってくれっすよ。始まりましたね。今日はコバとね、二人でやっていこうと思うんですけど。何が重いねこれ。俺入ってくるぞ。まだ入る場所がなかったね。今ジャックのね、ジョーがグズグズグズで。誰がレギュラー番組になるか、レギュラー枠に入れるかっていうね、はい、あるんですけど、コバは分かんない俺、正気ですかしか分からない。コバはまだ入れると思うよ。そこ正気ですかじゃないよ。もうこれ以上引っ張りたくない。これ以上引っ張りたくない。そろそろ寝ようかって。間違えて有志に投票しちゃうんじゃないよ。間違えんだよお前。何その間違え。その結果からいっぱい。それあれだろ、俺のこと好きだと思ってたけど、俺のちょっと消そうかなと思ったやつだろお前絶対。あれじゃあどうせ有志の隣がマサトとかで、マサト見ようとしたら間違えて有志の方結局しちゃって。どうするそれで俺1位だったら。怖いよ、ほんといなかったら。もう俺絶対来ないからさ。1%とかだったら。やめて、それだけやめて。今のお前の冗談でそれだけやめて、ほんと危ないから。はい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 。はい。いや、うまい。ぐるないぐるないマジで、これぐるない。はい、あ、残って。はい。俺しか。ちょっとマジで嬉しい。マジで嬉しい。真ん中にいて、はい。15.7%で、おー、すごい、すごい。超嬉しいわ。あ、セーフアウトしてる。たつきあかんって書いてるもん。浪人じゃなかったら。はい、はい。おいしょー、これ嬉しい。これ嬉しい。あ、今2人落ちたってことですか。そうです。それは多分完全にイチャイチャしすぎやろ。そうだ、はいはいはい、今日の放送見てる人がここ自由にやりすぎでしょあんたらみたいな。それはいはい、そういう感じする。はい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 、分かった分かった、早く来てるよ、早く来てるよ。今年で引退するんで、引退セレモニー、引退セレモニー、ババババーン、バババババーン、ババババンバババババンバ。この度、この回をもちましてこの人たち引退となりました。僕たち一生懸命やりました。はい、1年間もう悔いはありません。引退セレモニー、はい、あなたからは。僕は頑張りました1年間。僕も同じなんですよね。もうCM とかさ、CM とかやってたじゃん。バカ。まあもうイコールね。あ、同率なの？同率なんですか？パーセント一緒らしいよ。何パーなんですか？26%。
ピッタピッタ微妙だわ、ピッタピッタ微妙だわ。それ何人ぐらいが押してる 26% かなっていうのはすごく気ないよ。みんなでも画面出たら押すでしょ。結構頑張らないの、ね、頑張り、押すんかな。あ、もう一個押さない。はい。でも近い割と画面の割に2人の距離が近い。でも多分、え、でもさ、ニコ生見ましたって言ってくる子は大体タツキンを、タツキン、いや、ほんとにほんとに、だからタツキン一番支持率高い感じなんで俺らの中で、ね、うい、すごいねっつって、あ、そう、俺うい、で、お前ニコ生でね、クリお客さんに来る、で、今日見てるやつ別にね、俺からしたら俺のこと見る気ないから別に嫌なんだよ。あ、確かにそういう問題じゃねえわ。いやー、これはね、ゴチバトルみたいな感じだったもんね。そうちょっと、ね、ちょっと緊張したよ、リアル緊張した俺。俺本当に一番の CD じゃなかったらちょっと真ん中に話をしてないと押せよお前。あ、じゃあラストを考えててください、うん、その前に、うん、じゃあこっちのカメラで、まずもうラストになる時点、もうラストなんか俺らなる確率 100% ない。じゃあ本当にこのこっちカメラだとリアル見切れてるから CM やめて。 CM!レッドブルを超える大人気ポピュラードリンク、二日酔いがなくなる、お酒が1杯しか飲めない人が5杯は飲める、30分でアルコールチェッカーがなんと 30% 激変。そうっすね、毎日やっぱ飲みますかね、はい、30%、 はい、そうでしょ、飲んでみろと、はい、あ、飲みやすい感じですね。嘘でしょ、いやすごい、え、びっくりした、用あり、用なしだけど用あり、これあの会社ごと買うわ。今までのものとは次元が違います、ぜひ一度お試しください。あ、じゃあ、はい、モニターで見るとやっぱ黄色い、ね、そろそろ、あ、そうなんだよ、バナナとんでもなく黄色いね、この、この黄色にだって吠えたんだもん、ショーウィンドウに飾ってあって、何この黄色と思って、めっちゃ黄色、こんな黄色の服ないでしょ、こんなにバナナっぽいカラーはないよね、そうだね、黄色とかのレベルじゃないもんね。あ、だから今日のラストソングを決まりましたか、はい、はい、35% の金さんやったんですけど、35% で勝ったんで、一人ぼっちじゃん、一人ぼっちの機嫌悪いもん、落とされたの相当嫌だったんだ、ね、いやもう、まあ、知らんやんな、まっちゃん知らん、まっちゃんに関しては別に、え、30% で誰ですか、じゃあ、ゆうさん、あ、ゆうさん、まっちゃんに関しては本当にそれついてて、雨の遊園地、雨の遊園地、悲しい歌を歌おう、待て待て、さつきはでラソン取れたじゃん、はい、俺なんもないっすね、なんもない、なんもない人毎回1回目が出てるの、粉雪歌ってたって、あの、あー、もしな、しな、俺は歌う、悲しい歌だもんな、悲しい歌歌う、あ、2人でね、今日ちょっとフィナーレってことで、ね、あ、マイクください、マチン一緒に歌、マイクくださいって、なんかベテランのなんかすごい田舎のスナックの感じで、ね、マイク、はい、マイクくださいってプロなら気持ち切り替えて、父ちゃん母ちゃんラストンだよ、だって誰で誰に気持ち切り替えようよ、歌おうちゃんとで、ね、だって普通に考えてみんな好きなじゃん、めっちゃ綺麗に映るね、好きなじゃん、近いカメラで見るとむちゃ近い、久しぶり
りに君を見かけた言うほどの人ゴミの中で君の好きだったのかなあの日は知らない誰かに Wish love love song もしも願いが叶うなら出会った日の二人に帰りたい Love the farm 今朝もさあの時に乗ったメルゴラ二人だけの時もう戻れないんだね幸せな日々にはあれが小学校の頃にも とうとう短く聞いたんだねまた新しいその靴ととてもよく似合っている綺麗になった君見てやっとこれでよかったと思うよ雨の降る街傘を差す僕の腕に寄り添ってくれた君幸せ場所に駆け込む僕に微笑んだ君握りしめた小さな手はいつもより冷たかった今日をもってこの二人引退します。またねきっかけがあったらねまた出ましょうね出ましょうね。皆さんさようならさようならまた会う日までまた呼んでくれたらいつでも二人来るからね僕らのファンはねありがとうございました皆さん。本日をもちまして二人の卒業式といたします。それでは。さようなら。そうだ、今日来ればよかったんだよ。な。違う。それで時間ちょっと余ったっていう。バイバー。時間余った。はい、また、はい、また時間ちょっと余ってるからちょっとお願い。ごめんね、流れ変え、ごめんね。時間ちょっと余ってるんだ、俺。何のお願いなの、それ。まだちょっともうちょい面白くしてっていう。あ
ちなみに待ち合わせ俺なんか流れ的にここで10とか来ると思う。あと4分なんだ。あでも結構ね結構余ってる、ね、結構残ってるんですね。じゃああと4分本気出しましょうか。本気本気で4分ラストスパートでみんなで本気出しましょう。これ残り4分みたいで届ける。俺ら2人最後だもんね。だって今日ほんまに最後なんで、もう結構あと4分ちょっと盛り上げましょうよ。ちょっとバカめっちゃ真剣に裏切り者、裏切り者、今まで頑張ってきた裏切り者。ベイ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 、うれ最後じゃないよ多分。でもどうすんだろうね本当に一緒になったら。え、どうしようかね。さよなら選抜。さよならでいいんじゃないですか。みんな店で会おうね。聞きたいの悪い大気をそうなるわ。さよならとか言ってたらそうなるわな。でもなんかガチ選抜もちろん面白そうだよね。ガチ選抜、あ、視聴者でどうですか。そうそうそう、あ、もう負けじゃん。もうジョーカーとジャックを全員バーッと並べて、うん、バーッて並べて誰にするか、あ、総選挙みたいな感じですね。あの、それは絶対出ない。何回かにわたってやるの。僕メンタル弱い、わかるじゃないですか。その手で、そのみんなで集めてほんまに入らなかったら僕マジ泣きますよ。俺も多分泣くと思う。確かに多分泣くから。それじゃあ、さよならみたいな感じで抜けてくるんでしょ。きついんだよ。そのぐらいできつい。毎週それはきつい。あ、じゃあ毎週ジョーカーとジャックの今出た人全員集まって毎週決めましょうよ、5人。だんだんとじゃあ今日、その場でオープニング10分ぐらいは全員でやって、はい、やって、で、その中からじゃあ今日やっていく人って言って決めて、6人なら6人決めて、6人バーンで落ちた人帰っていくみたいな。帰っていくみたいな。それ面白いです。ゼロパーが何人かやるからもう全員帰るってことだ。それどう、それどう、面白くない。え、どうしたら面白いの視聴者的に。マジそれで落とされてたのはきつい。いや、落とされるのはつらいよ。多分出てこれないと思う、次。あ、求められてないんだな。いや、その1週間のバットの入り方やばいよね。本当にそれはそう、それだけはそう。なんか高校生の報告みたいな雰囲気。でも確かにこんなことやね。そんな感じは違いない。俺らのなんか仲いい感じがね、多分こんな感じなんだろうね、多分、うん、放課後みたいな、アホみたいな。バイバイ。そうだね。え、今更ってリアクションが多分もう全員のリアクションだと思うよ。みんなずっとこうだったもんね。何が。高校生の放課後みたいな雰囲気がずっとだったから、それがいい。都立ジャック学園だよ。みんなもおいで。都立ジャック学園で楽しいよ。お金は学費は高いけど楽しい場所だよ。入学金高いぞ。ありそうありそうありそう。CM でありそう。ホストの CM でありそう。ようこそジャック学園へ。出た、ジャック場出たに。あ、見たいわこれ。あ、出た出た出た。あれでしょ、あのマサトの。お前それだけやめろってたろ。マサトちょうどカメラが1個あるから。カメラマサト、あれもう覚えてないっすもん。もう1個の方のカメラお前のも見てるから。ジャック・ジョイン今回のバージョンでかっこいい。何見てんだよ。かっこよ。何見てんだよ。かっこいい。ちょっとヤマピー、おれやおれや。ジャック・ジョーはジャック・ジョーのやつやってよ。カメラちゃんと見てね。なんだっけ。いいよ、だから今のやつのジャック・ジョーでいいよ。ニューバンジョン、ジャックジョン、ピシッ、俺悪いやつ、モンスター、人間たち村壊す、村壊す、自然大事だから人間殺す。お前たち悪いやつ。帰れ、ふるさと。ありがとう。ありがとうございました。危ねえ。お前がそれやってる間に30秒になったから。危ねえ、もう少しまでモンスターあるとこだったらやば。今の空間なんだったの。でもすごいよ、みんな気づいた。ある意味米稼げたねっていう。あ、本当に。マサトがそれやってる間コメントブワーのあるなって今。あ、もう8秒前になりましたけど、来週もジャックに仕上がれてまだお送りするんで、このメンツだけお送りするんで見てくださいね。バイバイ。ジャニー、ジャニー。でもなく溜まり込んだことにさえ何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝え込んだ仮面をやめ、腹下に紛れ込み死んでしまった純情
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を